シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よく見ては今後のガチャイベントについて話していくってやつだ。7つの大罪コラボっつうことはよ、俺も7つの大罪に入ってやろうぜ。アンデッドさんやらせてもらおうぜ。というわけで今回は今後のガチャイベントについて話していくんだけど、もうとうとう年末よ。早くねえか、本当に。もうこっからもうとんでもねえ誘惑のガチャが連続していくと、もう常にもうねあったけども、まあほら今どんな感じなんだろうな、みんなオーブの所持数は。まあマスターオーブ、フラパでマスターオーブもらって、まあ、そこで7つの大罪があって、7つの大罪はまあ思ったよりガチャがうーんって感じだったから、残した人も多いと思うし、まあさらにその7つの大罪降臨が多くて結構オーブもらったから、もしかしたら意外とある状況かもしれないけども、そこで運営は魅力的なガチャを連続してやっていってオーブを回収していくわけよ。だから今回はどんなイベント来るのか予想して、このイベントで引けばいいよというまあ俺のおすすめを言っていくぜ。まあ結局のところこれ本当に個人個人で変わってくるわけよ。その魅力的なガチャイベントを運営がやってきて、それで強いのが出てきて、それを当てれば結局勝ちなわけよ。だからまあそれぞれの課金とか持ってるモンスターとかの処理数で本当に変わってくるから、まあ、俺が言うのも個人的な意見として、まあ、少しでも参考になればいいと思って今回やらせてもらおうぜ。 OK、 そんじゃあやっていこうじゃねえか。今後のガチャイベント、さあこれはクリスマスイベントというわけで、おそらくあるであろうこのクリスマスイベントを、まあ、過去のクリスマスイベント2017年から確認していこうじゃねえか。まずこれ2017年、これ懐かしいマジ でこの時期このモーツァルトとこのギネビアがめちゃくちゃ活躍してたよな、確か。だからもう結構欲しいなと思って狙って引いたけども全然当たらなかった記憶ある。どうだろう、この時期もうギリなんか活躍してなかったっけ、この二人。いや、ちょっと微妙なところだけども、狙って引いた記憶がある。いや、引いてないか、そんなに。まあ、いっか、みたいな感じはあったか。次は、2018年。うわ、これもマジで懐かしい。この時、まあ、五大天使出てきて、このラミエルとカマエル、まあ、みんなすげえ欲しいっていう状態だったわけよ。特に、このラミエルは、近畿の獄で、まあ、1と16での適性持ってたから、しかも難しいじゃないか、1と16、特に16。まあ、そこでハマるこいつがどうしても欲しいということで、引いたけど、まあ、全く出ねえ、何も出ねえということで、まあ、これ結構人気だったと思う。で、その下のガチャ、これ劇獣神祭、この年、なんとこの劇獣神祭のキャラクターがクリスマスバージョンとして出てきたと。で、これも、魅力と弁財天がもうどうしても欲しくて引いたのに全く出ねえってことで、俺何も出てないよな、俺本当にそれぐらい出てなかったのよ。これどうなるんだろうな、これ降りてるキャラクターがいる以上、これ復刻でこいつらってもう出ないのかな。え、厳しくねこれ。さあ次は2019年。うわー、もうマジでこれはやばい。懐かしいじゃなくて、なんかもう最近としか思えねえ。グングニルアルファが出てきて、もう相当もう、賑わせたわけよ。で、下が、これ復刻と。で、これは、その時、みんなそこまで使える感じではなかったから、そこまでおすすめしないガチャになったんだけど、まあ、上がやばいと。で、これ確認していくんだけども、で、この2019年のクリスマスイベントは、なんとアルバシリーズとして、まあ、期間限定のイベントガチャとして登場したのよ。まあ、そういう点では2017年、2018年とは全く違う。で、このグングニのアルバが本当にやばかった。アンチテーザでボスにで変な弾投げてワンパンするわ。24の獄で取り処理がめちゃくちゃ楽。ボスにも大ダメージ。このパワー！ぶっ壊れキャラとして登場。多くの人を狂わせた。で、このグリムアルファ、アンチ原則壁が生きたのか、神獣未開などのクエストで地味に活躍、なんか持っててよかったなってシーンが、なんかちらほらあって、本当に地味に嬉しかった。去年のこの状況考えてみると、まあおそらくぶっ壊れ来る可能性ありと。でも、まあ、普通にぶっ壊れモンスター1匹、まあ、汎用性がある地味に活躍してくれるモンスター、で1匹ようわからんモンスターを入れた、そういうガチャがやってきて、まあ、最近アルファシリーズにあんまり力入れてない気がするからわからんけども、まあ、アルファシリーズのようなガチャと、まあ、復刻で、まあ、2段構成で来る可能性があるのかなと。まあ今年のその年末の中でも結構でかい誘惑になってくることは間違いないと思うぜ。OK、そんじゃあ次、これもやばいと。てか、このグッズとかのイラスト結構いいから、これ普通に実装してもいいんじゃない？これ。いや、本当に良くない？これ。前カードとかやったけど、これもちょっとやってくれたら嬉しいな。
さあ次は年末隠れガチャ。もうこれがマジでやばいと。もうこれがもうおそらく無課金のゴールら辺になってくるんだけども、まあ、これが左から29、30、31日引ける、まあ、3日連続のガチャとなっていて、左が初期確定ガチャ、重心カロン、松かせかかんないけど重心カロン。で、右が星6確定オールスター感謝ガチャ。で、ここは、まあ、基本的に、まあ、無課金目線でいくと、一番右のガチャが、まあ、一番おすすめしたいんだけども、やっぱりこのガチャ、まあ、3個とも、まあ、それぞれの個人個人のまあ、課金とか、所持によって全然変わってくる。まあ、だから、まあ、一応それぞれのいいとこ言うと、発言確定ガチャ。このガチャ、持ってないモンスターが出るんだけども、まあ、どうしても狙いたいモンスターがいる人や、まあ、課金を結構してて、で、大体モンスター持ってるけど、この持ってないモンスターが欲しい。まあ、結構当たる確率高いという人で引くのもありというふうになってんだけども、これ、限定モンスターが出るわけだから、まあ、意外と通常モンスター持ってるから、これ限定出る可能性も十分まあると。だから、結構価値あるよな、ガチャ。で、まあ、期間限定モンスターは出ね。で、次は、この重心かの松か末かわかんないけど、これなんだけども、まあ、一つ目すごいのが、まあ、星6キャラ1体確定になっているのと、そいつが超戦型解放済みということ。で、まあ、一番やばいのが、この一番右のオールスター感謝ガチャ、発言確定ガチャではない、この期間限定の、まあ、特にアルファシリーズが出てくるガチャになってんのよ。で、俺去年これ引いて、ノンノアルファ当てたから、まあ、このガチャもなかなか魅力的になってるぜ。で、次、この一番右のガチャ。で、これが、まあ、結構おすすめするというか、まあ、基本的におすすめするガチャなんだけども、まあ、10連、これ2回引けて、1回目は星6キャラが2体確定。で、2回目は、星6キャラ3体確定で、そのうち1体は限定キャラが排出というわけで、これ限定1体がもう確定してんのよ。だからもう他のガチャと比べて、まあ段違いでやばい。その代わり、オーブ100個使ってしまうよと。さらにさっきも言ったけど、まあ超戦型解放されているわけね、これ。確定の星6キャラは確定されていると。俺これでマルス出てきて超スピード型でコンプレックスでめちゃくちゃ困った記憶ある。っていう風になってる。で、まあ、さらにこのオールスター感謝ガチャ、わからんけども、まあ、今年はもしかして、10連3回目とか出てきて、星6キャラ4体確定、うち限定2体とか、まあ、そういう風なやばい状況になるかもしれねえ。まあ、多分ないと思うけど、まあ、去年よりもグレードアップさせてくることはあるかもしれねえ。まあ、さっき言った、この、期間限定、アルファシリーズはこのガチャでは出ないと。まあ、だから、いい感じにそれぞれ、まあ、いいところあるんだけど、まあ、特にやっぱりこの一番右のオールスター感謝ガチャは、この2回目がやばすぎて、まあ、一番おすすめする。まあ、ここで、誘惑というよりは、これはもう引いた方がいいんじゃないかな、という感じになっているぜ。さあ、次。さあ、次、この年始。これが、新春の超獣限定が追加されるというわけで、でこのガチャ確かに、まあ、エクスカリバーと、エクスカリバーのような、まあ、めちゃくちゃ壊れのモンスターが出てきて、まあ、人権級が追加される傾向があると例外もあるんだけども、これはすごいガチャなんだけども、さっき言った、まあ、年末の、まあ、確定でモンスターが、まあ、手に入るわけではなくて、まあ、このエクスカリバーを追い求めた結果、何も手に入らないということもあるわけよ。まあ、自分もそうだったから。自分も頑張ってオーブ貯めて、これ引いたのに、エクスカリバーもビナーも一体も出ねえ。一体も出ねえ。もう言っとくわ、これ引こうと思って頑張って引いて止まってやったーと思ったら正月バージョンの持ってるモンスターが出る可能性が高いから。まあ、ここ、チャレンジで引くのも十分ありだけども、まあ、さっき言った年末の方に、マーソーがおすすめだと思うぜ。さあ、というわけで、サムネにも書いたと思うんだけど、ちょっと忘れてねえかということで、これよ。もののけ少女。限定なのか、どうなのかわかんないけども、これが、フラパで発表されて、どっかで出てくる可能性があると。で、これ書いてるけども、まあ、冬で会いましょうということで、まあ、どこだよと。まあ、おそらくこの年末の12月の限定モンスターとして、まあ、登場するんじゃないかというふうになってんだけど、もうこれが、ま、最大のクセモノになってくるかなと。まあ、クリスマスのぶっ壊れ、プラス年末のあのガチャ。まあ、年末のガチャは誘惑というか、もうあそこで引きましょうってガチャだから誘惑じゃないんだけども、まあ、これは誘惑として出てくる可能性が、ま、あると。
どんだけ壊れて出てくんのか、属性何なのか、もうおそらく闇だろうな。この闇属性のモンスターが2体いて、光が1体だけど、これはさすがに闇とは思うけども、このモンスター、イラストが可愛いというか、イラストがいいことは間違いないと。あとは性能次第。なんかこれも誘惑として出てくる可能性があるというふうになっているぜ。さあまず全体的に考えていくと、まあ、さっき言ったもののけ少女でクリスマスはまあ性能わからんからまあどういうふうに考察するのは難しいんだけども、まあ、無課金目線としてなるべく損をしないようにやっていくんであれば、まあ、この大きさになっていくんじゃないかと。これも確実にもうほんと損をなるべくしないために引くと考えた場合は、まあ、これがやっぱりおすすめになってくんのかなと。まあ、オールスター感謝ガチャ一番大きくて、で、次は、この重心カロン松と発言確定ガチャがまあ一緒ぐらい。まあ、もうむしろもうここ二つ、ああ、でも引いた方がいいかも、ここのために残してたもんな、俺も。こういう風になってくると思うわ。で、まあ、おすすめなのが、年末の、やっぱすごい神ガチャ。あれの発言確定ガチャ、重心カロン待つか末か分からんけども、そこと、オールスター感謝ガチャ、これを引けるオーブ200個を用意していって、まあ発言とか、まあ重心カロン待つのはまあ引かないならいいんだけども、まあそのオーブ、オールスター、せめてオールスターの、まあオーブを確保して、それ以上にある場合は、自分が欲しいところにチャレンジするというふうなのが一番いいのかなと、俺は思ってるぜ。で、まあ挑戦するんであれば、エクスカリバー。で、もののけ少女。で、クリスマスっていう感じになるかな。まあ、なるべくオーブ貯めて、まあ、可能性を広げてやったらいいと思うぜ。オッケー、おめえら2件待ってるぜ。時間かかりません。あわよ。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。